どうも、佐々木朝日のビログチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、クリスマスコフレ2014の購入品第1弾のご紹介していきたいと思います。まあ、第何弾まで続くか、まあ、そんなに大して続かないかもしれないんだけども、早速始めていきたいと思います。今日ご紹介するのはこちらです。ボビーブラウンのトラベルブラシセットでございます。毎年いろんなブランドからね、こういうブラシキットっていうのが限定で出ていると思うんですけど、大抵こういうキットになるとちょっと小さいサイズなんですよね。なので、まあ、持ち運びやすいし、いいのあったら欲しいなーって思ってて、でいくつかブランド見てたんですけども、その中で選んだのがこれのボビーの、ブラシセットになります。これがケースなんですね。ちょっと黒子柄っぽい感じで超かっこいいんですよ、これ。で、ブラシが 1,2,3,4,5,6,7 本。これだけ上下にブラシがついてるので、ブラシの数で言うと8ブラシになります。たらーん。はい。こんな感じ。ボビー・ブラウンっていう風にね、彫られてるっていうか、風になっていて、こういう革の感じのケースになってます。で、横の、金属の部分はゴールドで、かっこいいっしょ。なんか長財布みたいな感じですね。で、かなりね、軽いし、薄いし、すごく持ち運びしやすいなっていうふうに思ったので、これにしたんですね。開けるときは、ここ、ポチってボタンを押すと、パカ、開いた。となります。1,2,3,4,5,6,7 本。で、ここがゴムみたいになってて、で、ここにね、こう、一本ずつ刺さる感じになってます。じゃあ、一本ずつブラシ紹介していきますね。シアパウダーブラシって言って、全部ボビーのブラシとして発売されているやつで、この2本以外、こっち側はもう全く同じ。ちょっと長さがトラベル用なので短いっていうだけで、全く毛質とか毛量とかは多分一緒だと思います、見た感じ。ただこの2つに関しては、毛量はねちょっと少なめです。普段売られてるやつに比べて。それでもまあ、ちょっとこのぐらいコンパクトな方が私は使いやすいかなっていう風に思ったので。で、この白いやつがフェイスブレンダー、パウダーとかセットするようなやつですね。肌触りもいいですし、続いてアイブロウブラシですね。だいぶ腰のあるちょっとしっかりとした感じのアイブロウブラシになっています。当たりは結構固めですね。確かに固め。ただボビーのアイブロウブラシって結構確か人気だったような気がする。ちょっと使ってみたかったなっていうふうに思ってたので、使っていきたいと思います。続いてアイライナー、ウルトラファインアイライナーってやつですね。ボビーってジェルアイライナーが人気だと思うんですけども、そのジェルを使う用のやつですね。こっちから見ると幅広なんですけども、横から見るとこうフラットな形になっているので、アイライナーの細いラインとかもですね描けるし、ジェルアイライナーって結構たっぷり筆に、ジェルをなじませてから描いた方が綺麗に描けるので、このぐらい幅があってもね描きやすいと思いますね。このブラシだけ唯一キャップがついております。そして続いてこれもねアイライナーブラシなんですけど、こんな感じでさっきのよりも幅広で、アイライナー、私アイライナーにはこれ使わないかもしれないんですけど、まあアイライナーをぼかしたり、あとこの下ですね、下まぶたのところとかを使うのにすごいコンパクトで使いやすいのかなっていうふうに思うアイライナーブラシです。続いてこれがアイシャドウブラシですね。アイシャドウブラシはこの1本になります。これ多分ねすごい使いやすいと思いますね。あまりフラットすぎず毛もたくさんあって、パウダーしっかり含んでくれそうだし、あんまり大きすぎるアイシャドウブラシだと私すごいどんどん広がってきちゃうので、このぐらいちっちゃめの方が私は使いやすいですね。アイシャドウブラシなんかもう一本ぐらいあるといいなっていうふうに思ったんですけど、まあ一本入っております。そして、最後こちら二刀流ブラシ。まずこちら側がコンシーラーブラシになっています。気持ちいい！コンシーラーって指でつける派だったんですけど、最近ブラシでつけるのにちょっとハマっていて、やっぱ綺麗に伸ばせれるんですよね。コンシーラーブラシとは言っていても、私アイシャドウとかにも使って、
ったりするし、こうやっぱフラットで線で攻めれるので、こう下まぶただったりとかね、アイラインぼかしたりとかするのにもね使いたいなっていうふうに思いますね。そして最後こちらについているのがアイブレンダーブラシでございます。普通のブレンディングブラシよりも毛も長いし、先から見たこの丸もねちょっと大きめになっております。これを使いたいなっていうふうに思ったので、まあ、これがついてるっていうのでもちょっと買った理由でもあるんですけど、秋冬になってくるとフェイスパウダーをがっつりこのセットしなくなってくると思うので、乾燥してくるので、そういう時に目の下のコンシーラーだけセットをするために使いたいなっていうふうに思ってってるんですよね。私コンシーラーはもう必須なので、クマすごいからそこだけシャーって貼りたいですね。早く使いたい、これ超気持ちいいです。ただこれ両ね二刀流なので、こういうここが布なんですよね。布だからこう入れちゃった時にこう下汚くなっちゃないかなみたいな、全体的にそうですよね。ほんと綺麗にブラシを手入れしてないとすごくここが悲惨なことになるなっちゃいそうだなっていう気はねちょっとするんですけど、これ唯一ファンデーションブラシが入っていないんですよ。だからねちょっと迷ってたんですね、ファンデーションブラシないのもなーって思ってて、でも持ってるやーっていうふうに思って、ボビーのこちらフルカバレッジフェイスブラシをですね持っているんですね。これね入っちゃうんですよ、ちょうどじゃらーん。位置によっては全然閉まらなかったりとかあるので、まあ、うまく、しまわないといけないんだけど、一応ね入れようと思えばこんな感じで閉まります。お値段はね14,904円なので、まあそれなりにするやつなんですけども、全部でね総額で3万円ぐらいのブラシなんですって。確かそういう風に言ってた気がする。なのですごくお得なキットなのかなっていう風に思ったので買いました。はい、大満足しております。こちらボビーのホリデーコレクションは他にどういったものがあるかというと、クリームシャドウのスティックのセットだったりとか、シマーナ、これアイシャドウにも使えたり、チークとかね、ハイライトにも使えるやつだったりとか、アイシャドウパレットもいくつかこうあります。これだとちょっと分かりにくいんだけども、このパッケージがね、ちょっと別光っぽい感じで、私のね、すごい好きなデザインなんですよね。ちょっとレトロなアンティークっぽい感じの、パッケージなので、パッケージがめちゃくちゃ可愛いです。だからね、すごい悩んだんだけど、結構ね、マットな色がね入ってるんですよね。これもマット系が入っていて、まあアイブロウパウダーとかにも使えるからいいなっていうふうに思ったんだけど、マットなものと、あと一応ねラメ感があるものも入っているんだけども、結構ザクザクラメで、どうしようかなっていうふうに思って結局やめてしまったんですけども、これから出る、これに載ってないやつが出るんですけど、それがね全くこれと同じパッケージで、アイシャドウが9個ぐらい入っていて、でマットもあればシマーもあればラメもあるっていう、で全体的にブラウン基調のすごい使いやすそうな、カラーのアイシャドウパレットが出るんですよね。パッケージがこのデザインなので1万円するパレットなんだけども、ちょっと現物見てどうしようかなっていうふうに迷おうかなっていうふうに思います。みんながなんか狙っている今年のクリスマスコフレとか、おすすめがあったらぜひですねコメントください。いろいろ調べたいなっていうふうに思ってます。それではまた明日、じゃあね。